神戸市交通局線系電車は、1976年に神戸市営地下鉄の精神、山手専用として登場した神戸市交通局の通勤系電車である。神戸市営地下鉄精神線が新長田明谷間で開通した1977年に営業運転を開始し、1989年までに6両編成18本、総計108両が製造された。 学生当初から冷房装置を搭載しており、日本の公営地下鉄の全車両で冷房を装備したのは神戸市営地下鉄が初である。同年には名古屋市営地下鉄の鶴舞専用3000型が冷房車として導入されている。冷房装置の搭載などの先進性が評価され、鉄道ともの会の1978年度ローレル賞を受賞している。 1977年12月に日本の地下鉄開通50周年を記念して郵政省が発行した記念切手には日本の地下鉄車両の原点である東京地下鉄道線型とともに当時最新鋭であった神戸市営地下鉄の線型が採用された。1977年の開業当初は現行の両端4両にあたる全電動車の4両編成であったが 路線の延伸とともに段階的に増結が行われ6両編成となった6両編成における電動車と付随車の構成は 4M2T である1983年の新長田大倉山間延伸時乗客増加を見越して1300系付随車を増結し MT 比 4M1T の5両編成となるさらに1985年に 西区の市街地まで延伸されたことやユニバーシアードの開催等で卓客時の積み残しが工場的に発生したことから1989年に1400系不随車を増結し現行の MT4M2T の6両編成となった全編成ともさらに電動車2両を追加しての8両編成化が無改造で可能となっている車内線形の運転台車体は 車両長19メートルのアルミ製で片側に3つの客用扉を持つ。窓配置は扉間に3枚、車端部に1枚である。前面はつま面が折りつま構造となるとともに緩やかに傾斜が入り、前面窓は屋根まで拡大して視野を広くし開放感の向上が図られた。前小棟微棟は丸型を縦方向に配している。側窓は 加工式のユニット窓であり、日よけにはアルミプレス構造の鎧戸が使用された。内装はカバー付け照明、木目柄の化粧板となっている。客用扉の開閉直前に明導するドアブザーも採用されている。貫通路は2から3両目、4から5両目の間のみ扉付きの強幅で、3から4両目は扉なしの強幅、他は 扉なしの広幅という特殊な形態となっているが、これは検査時に2両ごとに分割する必要性から来ている。外部図書区は六甲山、神戸市電の緑を基調に、上半分がパールグリーン、下半分と帯部がライトグリーンの塗り分けとなった。車両番号表記も神戸市電からの事態が継承されている。神戸市長を稲妻で囲んだ交通局章も、 継承された。帯は窓状に巻かれるが、乗務員扉後部で草庫まで降りてくる。1985年6月18日の新神戸、学園都市への延長開業を機に、U ラインのシンボルマークが制定され、正面左上部のブラック部分に U ラインマークのステッカーが貼り付けされた。マークの位置は、後年に変更され、正面中央と両側面左側の緑帯を、 削って U ラインマークを塗装する形となった。正面の非常用貫通扉は外側への開き道を採用しており、これは後の精神、山手線の車両や北上急行電鉄7000、軽電車にも受け継がれている。落成当時は制御方式に改正ブレーキ付きの電気子直波制御を採用し、省エネルギー化を図った。直波装置は自動化変換式であり、 一つの制御機で2両分8台のモーターを制御する 1C8M 方式を採用している。主電動機は直巻清流子電動機の SE-624SE-624A で出力は 130kW、定格速度は時速 35km である。歯車比は98,15である。ブレーキは回生ブレーキ併用の 電気指令式ブレーキを採用し、そもそも即ブレーキにも対応している。回線ブレーキは55%回時から使用する。パンタグラフは、下枠交差式を2.5両目に2機ずつ、計4機搭載する。空気圧縮機は両先頭車に、制御装置は2.5両目に搭載する。補助電源装置は、出力70億馬の MG-111D、S 電動発電機を搭載する。 連結器は、編成両端が、電気連結器付きの密着連結器、中間部が、棒連結器となっている。保安装置は、自動列車制御装置と、自動列車運転装置を、開業時より採用している。ATC 制限速度は0.1525.4560.75、時速 90km が設定されており、運転席の速度計に設けられた、車内信号に表示される。 ATO による運転時は運転士が出発押しボタンを押すと自駅の停止位置まで自動走行する。一時車の1103回1977年の神戸市営地下鉄の開通に備えて1976年に4両編成6本が製造された。方向幕は当初前面のみであったが二時車の導入後に側面にも取り付けられた。状況に合わせて 数回に分けて製造され、製造量数が最も多いグループである。輸送力増強のため、1981年3月に4両、編成2本が製造された。1983年のオ良クラヤマに、際しては5両編成3本が1983年2月に、既存の4両編成8本に1両増結する、付随者8両が1983年3月に、 増備された。1985年の新神戸学園都市間、開通時には5両編成4本が増備されている。当初から側面に方向膜が設置されており、後に一時車にも追加されている。精神中央まで開業する前は延長予定の精神中央が精神 NT として挿入されていた。中間付随車の1300型には車椅子スペースが設けられた。 クーラーが変更された1118回1987年の精神中央までの延伸による車両像のため1987年2月に5両編成3本が製造された。1989年3月には全編成6両編成化用の付随車18両が製造され、線形の製造は終了した。冷房装置が cu-181 型から cu-773 型に変更され、天井武器出口のラインフロー化と補助送風機として、合流ファンの設置が行われている。車体は、客用扉の窓の下にあるステンレスのラインが、なくなったほか、前面外部にもステップが追加された。内装面では、妻面の貫通扉の窓が拡大され、 先頭車では、運転台と客室の仕切り部の助手席側に仕切り窓が設置された。付随車の千四百型には車椅子スペースがあり、六両編成の中間付随車二両が車椅子スペース設置車となった。六連化に伴い千九百八十九年に製造された千四百系のうち、千四百十六から千1418、脇村の三次車編成と同一であるが、 二次車以前の編成に組み込む1401から1415では編成日を統一させるため客用ドアの窓の下に再びステンレスのラインが入っている。ただし既存の二次車以前とは異なりし通知側にはステンレスのラインはない。また二次車以前の編成は6連貨置きにつま貫通扉が2000型と同一のものに交換され、 当該編成に組み込まれる1401から1415のつまめ貫通扉は製造時からその仕様になっている。1993年7月より日本の公営地下鉄で初の快速列車が運転されることとなった。線形保管地下鉄車両全車の方向幕に快速の表示が追加され、同時に非常用として残っていた新名田大倉山の表示が削除された。 前面上部の両脇には種別表示灯が設置され、快速運転時には大々色で点灯された。快速の行き先は、新神戸、精神中央、妙谷、学園都市の表示が用意されたが、このうち妙谷と快速否定者駅であった学園都市の使用実績はなかった。当初は前面、側面とも種別が赤字に白文字、行き先が黒字に白文字であったが、 保線作業員から普通列車との区別が容易でないという指摘があり、1994年11月頃に全面方向幕の未全面赤字、行き先が黒文字に変更された。快速列車は翌1995年1月17日の阪神、淡路大震災の影響で運休となったため、新たな快速幕の使用期間は約2ヶ月に止まった。改造準備を受ける、 第10編成1977年の運用開始から20年が経過した1997年度より制御装置の更新工事が行われた。制御方式は従来の電気子直波制御から VVVF インバータ制御に変更され、主電動機も直流電動機から交流電動機に交換されている。制御装置には3000型と同型の GTO サイリスタ素子を用いたインバータ装置が採用された。冷房装置の強化も行われ、CU-181 型を搭載する 1100K、1200K、1500K、1600型では、CU-183A 型に変更された。座席の生地はバイアス柄の入ったものとなり、床材もカラシ色からオフホワイトの石目調に変更されたほか、 座席端部への袖仕切り棒の追加、客用扉付近への吊り革の増設も実施された。その後、座席はリニューアルと関係なく交換されるようになった。この工事に並行して、ドアエンジンが従来の電磁空気式から3000型と同様のベルト連動了解式電磁弁一体式に更新された。リニューアル車は書類上、1から HK に形式変更されているが、 通常は区別なく線型と呼ばれている。車体に取り付けられている車両番号プレート類も変更はない。製造元の川崎重工業で毎年1編成ずつ更新改造が施行されている。更新第1号の1101回は1998年3月26日に竣工・試運転等を経て1998年4月より営業運転に入っている。 1108回では VVVF インバータの使用素子がイベットに変更され形式も1000から02 k となった。以後1109回以降も同じメニューで試行され2012年の1117回をもって全編成リニューアル工事終了となった。2006年は川崎重工のラインに余裕があったことから10月2 1 1 1回。 12月2110回と2編成同時更新となった。2010年にも1115回と1116回の2編成が更新された。1116回以降は補助電源装置が静止系インバータに変更された。北上線の谷上駅から新神戸機関と静神山手線の新神戸駅静神中央駅間で運用されている。2000年2月より 1104編成は国民年金40周年を記念したラッピング広告列車国民年金号となった。2000年2月19日に精神中央駅で出発式が行われ、以後1年にわたり運行された。2007年3月18日、精神山手線の開業30周年を記念して開業時の一番列車に充当された1101編成による 記念電車が運転された。開業当時と同じエンブレムの設置と装飾を行い、妙谷から新神戸精神中央妙谷間で記念運行された。第一編成のローレルショープレート30周年、記念式典列車ラストランのヘッドマークを付けた1101回2018年度より、6000型が投入され、1000系、2000系、3000系の全車両を置き換えることとなった。 2018年7月1日より地下鉄開業時からの第1編成である1101編成にラストランのヘッドマークが掲出された。1101編成は2018年7月7日が最終運行となり、2019年3月7日付で廃車となった。地下鉄開業時の第1号車である1101号車は保存予定となっており、 他の五両は2019年2月に奈良県のリサイクル工場に陸送して解体された。交通局のウェブサイト内で公開された地下鉄車両廃車処理業務の使用書によると2019年度内の搬出対象車両のうち線型は第15、第9、第2、第11編成が示されている。2020年度分の使用書によると線型は2020年に第4、第3、 第五、第七、第八、第十編成が、2021年に、第八、第六編成が、2022年に、第十二、第十四、第十六編成搬出予定とされている。2019年度には6両編成4本が廃車となった。2021年5月現在、第一、第二、第三、第四、第五、第七、第八、第九、第十、 第11、第15編成の11本が運用離脱、廃車され、残り7本となっている。1次車及び GTO 車の1000から01型は残り1本となったが、3次車は全編成が運用中である。2017年4月1日現在、4号車1400型は女性専用車両。ありがとうございます。